美しい世界を守る。すごいロボットね。天命もこんな武器が開発できたら、ヴァルキリーが戦場に立つ必要がなくなるんじゃないかしら。残念ながら不可能よ。天命も無人操縦の崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことはあるけど、全て失敗に終わった。まず無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 そして崩壊エネルギーが不安定なため、兵器の物理構造が壊れ、兵器は1回と2回の使用で捨てることになる。とても経済的とは言えないね。天命の長い研究の中で、崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてヴァルキリーの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギーはヴァルキリーの体内でのみ安定した状態で保存できる。しかしその代償として、媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることになり、寿命も縮み、若いうちに死んでしまうのよ。え？そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーのやり方の方が正しいの？ネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて、大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でも人間を媒体として大幅に使おうとはしていない。ネゲントロピーを創設した年寄りは天命より人情味のある人だったからね。ウォーミングアップの時間、審判の時は来た。私の場所、文句はないよね。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。